初めからあなたの名前を教えて。大人になれてるのか？それでは後ほど。
星が綺麗に見られるでしょう。しかし山の上ともなると朝晩は結構冷え込みます。夏ではありますが、ここは都会とは違います。くれぐれも T シャツ1枚で来るなんてことのないようにしてください。そういえば今回キャンプにいらっしゃる皆さんは全員この村の出身でしたね。私の忠告など無用でした。失礼しました。それでは本日お待ちしております。山荘でお会いしましょう。ユキ PS、 大きな台風が近づいているようです。どの程度影響があるか分かりませんが、念のためご注意を。台風が皆さんのキャンプの目的に支障をきたさなければよいのですが。台風の準備をお忘れなく。1日目。
します。